この世界って誰かが作ってんじゃないかなと思ったんですよ。あ、小学生の時にそれ思ったんですね。思ってたんです。神がないとダメなんですよ。その視点を持たなければ、実はこの世界無理ゲーでした。会社が倒産して、小学校の時に4人で標高 1000m のところでまた自分で何とかしないと、これから小学生で起業したんですけども。小学生、はい、こんにちは、村松大輔です。今回はですね、なんと未来創造コンサルタント市村義成さんにご登場いただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。義成さんのですね、職場の方に来させていただいて、本当にこう素敵な空間の中でですね、中にもめっちゃいいんですけども、させていただいております。よろしくお願いします。義成さんは、はい、幼少期にね、結構過酷な、プロフィールとか概要欄に載せていただくんですけど、ご覧いただければ相当過酷なところからなんですが、普通そういうところを入っちゃうと人生すさんでしまう人が多いかもしれないんですが、そこからですね、ご自身でお仕事をどんどん展開されて、はい、で若い頃から事業を立ち上げられて、大きく広げられて、でしかも見える側のみならず、見えない側を大事にされ、はい、見えない側から、開花でいうとゼロポイントフィールド側からもらい受けて、それをしっかりこう物質化して、で現実化されていて、はい、それで豪遊してるかっていうと、すごくこう丁寧な、あり方の謙虚な方で、もう人物としても素晴らしいし、いうところで、その義成さんに今回、はい、どうやったらその神ってくるような仕事を神出せるか、神出せるっていうね、はい、この秘訣を教えていただければ、はい、お願いします。よろしくお願いします。僕は小学生で起業したんですけども、小学生、そういうとね、何ですかって思うんですけど、もともと3歳から瞑想っていうね、でも同じように仏教系の家庭だとか、ちょっとそういうところから、ただ親がちょっとね、会社が倒産して、小学校の時に4人でみんな1回やって、標高 1000m のところでまた自分で何とかしないと、ところからパソコンやってたんで、それでゲーム作って売ってお金もらうっていうのを始めるが、小学校からゲーム作って、はい、そこからやってるんですけど、ちょっとね、今日のテーマ「神出せる」っていうことで言うならば、僕はずっと右脳と左脳を両方を使う、特に僕は右脳のビジョンから左脳後で使うって感じでやってます。最初ね、僕はもともとね、こうやって喋ってますけど、奇形児で、口が壊れて、いじめられてしたんで、あんまり喋れなかったんですよ。だから、ビジョンというか、右脳だけ使って生きてたんですね、ゲームを作って。で、だけど、そのビジョンを多くの人は、右脳でなんかこんなことやりたいわ、あんなことしたいわって考える女性はどこも多いんですけど、それを現実化できない人の方が多いんじゃないかなと思います。どうでしょうね。いや、そう思いますね。で特に男性にとっては、右脳側って言われても知識ばっかりで、じゃあ右脳側って何すればいいのっていうのが分かりにくい人もいるかもしれなくて、右脳側っていうと実際どういう状態なら右脳側って、吉成さんどんな感じですか？さっきね、少しゼロポイントゲームの、話をしていたんですけれども、まさにその直感、そういうところから湧いてくるじゃないですか、インスピレーションとか。そこがまさにゼロポイントフィールド的なインスピレーションというのが直感、右脳だと思ってますね、僕は。直感、インスピレーションというとイメージつきやすいですよね。はい、ね、ありがとうございます。はい、でそこからさっきね、小学校のまでに話しましたけど、でそこからもうどんどんね、今に至るかっていうと、やっぱ親の借金とかいろいろあって、一回ちょっと就職も20歳でしたんだけど、会社でうまくいかず、親の借金も膨れて、もう一回もうダメだ、しようかなみたいになっちゃったんですね。だけど最後に残った、お金でちょっとノートパソコンを買って、そこからまた会社でやるんですけど、その時にもう一個分かったのが、もうダメだ、どうしようかなっていう時に、あ、この世界、ゲームを僕作ってたんでね、ゲームを作ってたら、この世界って誰かが作ってんじゃないかなと思ったんですよ。でもその謎は小学生の時に解けなかったけど、小学生の時にそれ思ったんですね。思ってたんです。それは神か仏か、はあ、だけどその、最後ね、社会人22歳ぐらいの時に、もうダメな時にパッてひらめいたのが、これ自分だったとか、あなたっていうか一人一人だったってことが感覚的に分かった。これまさに直感的なものですけど、分かったっていう、そこからはまたね、相手に会社もいろいろやって、会社もやってるんですけど、全部、まずはインスピレーション。で、そこから、じゃあ、具体的にどうするかっていうのを、ガッチャンコして、右脳さんのガッチャンコしてやってます。はい。で、言葉で言うと、へーって思うんですけど、じゃあ、いざサラリーマンがね、自分で起業したりとか、
女性が右脳ばっかりで現実化できないとか、うん、困ってる人に具体的にどういうふうにしたら直感を折りやすくなるとか、うん、それを物質化するのにどういうふうにしたらいいのかって言ってお話しできますか、うん、ありがとうございます。まだ僕も結構いろいろ分析してきたんですけど、うん、直感から物質化するまでにはそれは結構僕は見える化することをね仕事をやってるんで、多くの人を測定すると何かやりたいって言っても本当にやりたいような意識ではないんですよ。ああ、いわゆる素粒子の世界でいうと全てパラレルな世界が未来があるじゃないですか、はいはい、素粒子の状態が物質化するまでにはその人の意思が明確にあって、うん、そこを物質化するまで時間が必要なんだけど、うん、特に、まあ、多くの人はそこができてない。そこで意識はほぼ0から1に近い10段階の力、はいはい、でただし反対にできる人はどういう人かというと、僕はあの経営者のコンサルとかもやってるんですけど、その人を測定すると私はこうやるんだっていうのを測定するとほぼ10に近い意識なんです。つまりそれが物質化につながる意識になっている。とはいえやっぱり僕もそうですけど右脳派なんですよ。うん、右脳派の人がそれをやるにはどうしたらいいかというと、うん、まずビジョンをまず出しますよね、うんうん、例えば、まあ、具体的に言うと例えば3年後のビジョンをちょっと思い描いてください、うんうん、で例えばこれはもうすごくね今がこうだからこうじゃなくて全然いいんで、そうですね、思い描いてくださいっていう、うん、でそしたらこんな風になってこんな風なことしてこんなとこに住んで、うん、すごいワクワクしてで、ね、それでいいと思うんですよ、うん、でそこがまず右脳としてビジョンが降りてきたら、うん、そこを僕はあの絵で描いたり、あとはビジョンマップみたいなものを写真に貼り合わせてください、うん、でここで終わる人多いんだけど、うん、ここで終わっちゃダメです、うん、これでだけで終わったら完全に物質化できないんですよね。でもそういう人多いじゃないですか、うんと思いますね、ビジョンだけで終わっちゃうんですよ、うん、でもそれはね、うん、できる人もたまにいるんですよ、うん、確かにそれだけでできる人もいるけど、うん、なかなかうまくいかない、うん、じゃあそこから左脳をやっぱり使ってもらいたいんですね、うん、じゃあ左脳をどうやって使うかっていうと、例えば、3年後のビジョンが、まあ、何か絵でもマップでもいいから作りました。で今度、未来にこれ種をまいたんで、はい、今度1年とか6ヶ月とか3ヶ月っていうのをちゃんとこうね未来からここに落とし込んでいくんですよ。で3年後は完全に右脳でいいんだけど、1年後とは右脳でいいんだけど、はいはい、6ヶ月後とかはもう完全にこれ左脳使わないとどうしようですね。面白いですね。例えばあの3年後のビジョンがね、例えばどこどこに自分のエステサロンを出すだとします。だとしたら確かにそれはビジョンでいいけど、うん、半年後までいくともうこれ完全にこうなってこうならないといけない、ここにつながるタイムラインを描かないといけないんですよ、はいはいはい、ここは左脳でやってくださいよっていう。であと左脳と右脳を使うもう一個のポイントは、自分が持っている資源をリソースを明確にしてくださいっていうこと。これもやります。これ資源っていうと、いや私は全く何もないですよっていう人多いんですけど、そうじゃなくて過去に起きたネガティブな体験を全部リソースなんですよ。ほー、ネガティブなリソース、そうそう、めっちゃキーワードですね。それめっちゃいいですね、うん、で僕だったら例えば昔は、ね、いじめられてとか、うん、危険地だったことによって辛かったっていうのは、これはリソースで良かったんですよ。これによって例えばこういろんな人の感情が深く分かるようになったしとか、あとは夜逃げして大変だったっていうのも、これはお金のこととかより深く学べることによって、ネガティブな体験も全部書き出してくださいと。そしたらその人、それは実はあなたのリソースっていうか資源というかお宝になりますよねっていうのを、とにかくガーっていっぱい書き出して、そしたら自分が持っているリソースが分かって、未来のビジョンも分かって、あとは徐々にこの未来からこう今に至るまでに左脳を使っていきますね。じゃあこの未来につながるには、ここまでにこれしなあかんよねと。じゃあ、3年後に自分のエステサロンを作るんだから、だから半年後にはもう完全にこれ、例えばこう、どこどこに物件がもう決まっているみたいな。でようやくここで動き出すんですね。素粒子が多分そこで動き出すんです、ね、物質化ってフワフワっていう場合はフワフワなんですよ、うん、でもこれはやっぱりあのそういうのないですか。いやまさにそんな感じです、そんな感じです。右脳、僕は右脳派だし女性の派だと思うんですけど、うん、そういう人はあのでも難しいって言われてきたじゃないですか、うん、今までは、うん、ビジョンあんだけどなんかうまくいってない人が多いと思うんですよ、うん、でも絶対ビジョンがないと本当の意味であの自分 の, 本あの理想の現実は作れないんで、うんうん、ビジョンがある人、女性の人
はめっちゃラッキーだと思います。僕もそっちなんで。うん、それがあるから未来を、ね、あのイメージできて、本当にそこに近づけることができる。あとは使ってない左脳の方をちゃんとこうガッチンコして統合していくことですよね。わかりやすいですね。なんかその資源リソースにこの自分の欠点というか辛かったこともリソースっていうのがすごくいいですね。私もかつてはその自分のネガティブは見ないようにして、いいところだけをリソースにした時はやっぱりここが引っ張っちゃってうまくいかなくてでも頑張んなきゃみたいにやってたんですけど、これがあったからこそおかげでこうなんだなっていう風に、これをどん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 おかげでにしていったら本当にこうどん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 開くんですよね。ですね、ありがたいですね。本当にこうそういうところをもらい受けてやって、で佐野からの作り上げていくっていうのが私もそこすごくイメージがあって、未来、地球が平和状態っていうビジョンがあるんですけど、じゃあそれどうやるのってこの間のプロセスが見えてないんですけど、でもじゃあそのためにじゃあトップ層というか仏教界とかスポーツのトップの方の人たちとか、教育のトップの方の人たちに平和的な考え方が入っちゃえば、その組織が平和になるから佐能的に入っていって、そしたら今取る行動っていうのは何するのって言ったら教育の方にガッと入っていくし、お声掛けいただいたらそこに当然行くっていう風になってきて、もうお話を聞いて、あ、その通りにやれててよかったなっていうのがありますね。あとはそのよくあるのはビジョンというか夢というか願望出しちゃダメなんじゃないかっていう人も結構多いと思うんですよ。これ何かっていうと、結構精神世界やいろんなことを学んでる人に多いんですけど、なんかもう委ねていこうみたいな、全ては最善だから委ねればいいじゃないか、だから何も願わなくていいじゃないかってなるんですけど、それもね、もったいないなと思ってます。これなんでかっていうと、さっきのコトンの話もそうですけど、自分がこう何かを意識して意図したことによって何か奇跡が起きるじゃないですか。何もそこ意図しなければ奇跡が起きないから、結果的にそのそれが叶う叶わないは関係なくて、それは宇宙に全て委ねればいいんだけど、何かを願うことはやっぱりやった方がいいと思うんですよね。でも願わないで、あとは怖いって人も多いですね。願っちゃうとそれ叶わなかった時のことが怖いみたいな。でもそうじゃなくて、宇宙的な話で言うならば、ほとんど的にもそうですけど、最終的には最適なことにしかならないから、だったら願ってもいいんだよっていう感じ。確かにそうですね。でその結果、やっぱり、ね、いろいろされているとね、分かりますけど、じゃあ思うようにいかなくていいじゃないですか。でさっきのビジョン3年後、でこの1年後6ヶ月後って、頭で考えてみてもなかなかそうはいかなかったりするのは当たり前で、でもそれをやろうとしていることによってまた違うものが見えてくる、また違う出会いがあったり、そうです、ね、可能性が膨らんでくる。 でも何もしなければそれはない。まさに、まさに分かります。そこすごく大事なんですね。まさにそうですね。なんか今お話聞いてて、その私の中で意図するっていうのがイメージで言うと、針の穴に普通の糸、糸を通すときに、あ、行ったみたいな静かな気持ちでスッと通ったみたいな感じに、湖の湖面にスッてこう入れ込むような、無心でこう穴に入れるみたいな感じ、スッっていう感じがあるですね。であとその行動するというか実際にやってみないとっていうのは、湖の湖面にモーターボートが浮かべて、モーターボートエンジンブワーンって振りかけて、でここをモーターボートが動かないままブワーンってエンジンかけて揺らしてる湖面と、そのモーターボートがバーンって走りながら揺らしていくのとでは、動きながらの方がいろんな余波がいっぱいできるので、だから行動した方がいろんな方々にも影響を与えられる。例えばオンラインで配信するとかっていうふうにすると、オンラインの配信中にもフォトが放ってるの で地球をこう振りまくんで、ただ部屋にこもってずっとっていうよりは、いざ人に会いに行くとかでやった方がよりこう揺らし方が大きくなって、その意図が広がりやすくなるなと感じますね。その行動が先か思いが先かみたいなね話ありますけど、これはじゃあ行動が先なのかっていうと、それも正解だけど、結果思いが先になりますけどね。結局その思いがものすごくあるからこそ、意図があるからこそ最終的に行動しちゃったよっていうのが自然な流れだと思うんで、他から見たら行動してるわってなりますけど、行動が先なんだなと思うかもしれないけど、実はその人の中にはその意識が意図が
まさにね、フォトンが、そうですね、まずは動いてるんだよってことですね。そうですね、本当にこの仕事をかみらせるっていうのが、うん、意図がないまんま頑張り頑張り頑張りだと、うん、あれまだダメじゃん、まだダメじゃん、もっと頑張れみたいに苦しくなってくるけど、うん、その意図、何をしたいのか何を成したいのかっていう意図があった上で行動すると、うん、自然とこう右脳側からの直感、それゼロポイントフィールドバックのもらいを受けて、それを3年後こうなってますをちゃんとこう左脳で相手に寄せていってやったりって感じで、そうですね、まあ、そうやってこう噛みってくると、噛みってくる、はい、あとはまあその噛みってくる、あともう一個だけポイントは、僕はずっと言ったことなんですけど、おそらく多くの人はその噛みるっていうのはちょっと今回すごくいいタイトルだと思ったんですけど、ありがとうございます。噛みがないとダメなんですよ、あ実はっていうのがあります。どういうことかっていうと、僕はこの世界を3つの視点で見ようっていうのを毎回言ってます。1個目は、まあ、サブキャラですね、まあ、映画でいうと脇役、まあ、あとはゲームでいうと、まあ、ゲームはサブキャラでモブキャラとも言いますよね。で僕も元々はモブキャラとしてサブキャラだったから、もう自分なんていてもいなくてもいいしみたいな感覚だったんですけど、でもある時に、あ、主人公でいいよね、この人生、自分の人生だし、2つ目で思います。これ主人公の視点、主人公の視点になったらどうなるかっていうと、まあ、結構チャレンジもできます。まあ、あとは自分が行動した結果として何かが起きることが分かる、で確かに楽しくなる、多分こう見てる方はね、主人公になってる。だけどこの主人公度合いではやっぱりダメですね、ダメっていうかもったいないですね。なぜかというと、僕はさっきちょっと言ったんですけど、もともとこの世界って誰か作ってみちゃうか、でも分かんなかったのがある時が、これは自分で作っている一人一人が自分の世界を作っているクリエイター神であるっていうのが分かったんです。直感的にね。でその視点を持たなければ実はこの世界無理ゲーですね。無理ゲー。なんでかっていうと、いくら頑張ったって世界は変えられませんよねっていう結論にたどり着きます。すごいですね。究極来ました。おそらくそこにたどり着き、僕も一回やってたんで、主人公として頑張ったんだ、この世界変えたろうってやりました。で悪と正義の戦いもやりました。でもその世界観では全く何も変わりませんでした。なぜかというと、それはもういくつまで経っても二元的な世界にガトリックスの中に閉じ込められちゃう。でもそうじゃなくて、この世界を自分が設定して自ら望んで、まあ結構大変な、ね、思いも、まあちょっと一見こうダメなね、こう世界に見えたり、大変な世の中に見えてるかもしれない、これも誰かのせいってなってる時は、まあ、主人公視点ではいつまで経ってもこれクリアできます。結局何かっていうと、この世界が自分がクリエイトしてる世界だった、自分が選んで体験してる世界だったっていう、その視点、クリエイターの視点、神の視点ですね、まさに。そこに行かなければ神でません。わかります、わかります。でもそれが僕がある程度の時に分かったので、だからね、だから全然怖くないんですよ。失敗とかも何も変わってないし、そうでしょ、失敗が怖いじゃないですか、何か近い人、チャレンジした瞬間もう失敗したらどうしよう、なんかね、副業でも始めようと思った瞬間に、そんなんしたらまたね、失敗するわっていう、でも失敗とかそういうレベルじゃなくて、これ自分で作ってる世界かもよっていうのがあるならば、なんか体験したくなるでしょ、絶対に。そこが一番の本当はポイントかもしれません。神らせるという仕事の、なるほど、ありがとうございます。まとめると3つの視点、観点があって、1つ目がサブキャラで別に主人公じゃなくていいよと僕は思っていて、2つ目が主人公で自分がどんどん動かしてやろうみたいな、作るぞっていう側 で、はい、でもう1個最後がもう神ってる側で、そもそもクリエイトする側、はい、自分全部をクリエイトしてるんだよっていう物質化する前に、背景側、ゼロポイント側なんだよからこの体を使ってやる、生きるっていう側ですね。それじゃあもう神ってる、神ってる、わかりやすい、ありがとうございます。まさにこうね、右脳と左脳をガチャンとさせるっていうので、吉野さんがですね、最近出された、はい、こちら側が右脳側ですね。そうですね、確かに、まさに波動の法則、波動の法則、ありがとうございます。ありがとうございます。でも目次もですね、非常に面白くてですね、はい、波動の法則、波動って何ってところから、
波動が上がると太陽につながるとかですね、波動を下げないコツとかってすごく行っていて、量子力学的な感覚の時間とかお金とかね、ご著書をね、対応させていただきます。ありがとうございます。で、載ってるのがウノーマーで、それを佐野側にガッチャンコになるのがこちらですね、この、はい、オンラインサロンの、教科書とかっていうのも、こういう系もかなり出されていて、はい、この2000何年版が、あ、これ本当に今年版がですね、また新しいの、完全にリニューアルして、でこれ2024年版なんですけど、はい、これもこう毎年出されるので、そうですね、本当にこう実業としても書かれるし、ね、見えない側も書かれるしので、はい、よかったらね、これご覧いただければと思いますね。で今回ね、こう深い深いも実際に現実化されている、しかも紙ってる側っていうのでね、はい、吉成さんからいろんなお話を聞けました、はい、こうやってね動画をご覧いただいて皆様もですね、頑張り根性気合を超えて、紙ってるのはですね、この自分がクリエイトしているっていう側から作っていって、皆さんがね本当にこう生きやすい、自分が楽しく幸せなまんま経済もありがたく回っていくですね、素晴らしい人生を作って、そういう人たちだらけでですね、そういう人たちだらけの素敵な地球をですね、みんなで作っていければと思います、はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。で、吉成さんの関係はですね、オンラインサロンもすごく素敵なものをスターシードですね、されていますので、そちらもぜひこの概要欄に載せて、はい、チャンネルの方で、ね、対談もそうですね、吉成さんの YouTube チャンネルもありますので、そちらもですねご覧いただければ、そちらの方に私もお話させていただいているので、はい、はい、今日本当にありがとうございました。皆さんありがとうございます。最後までありがとうございます。